皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。ナリーグドジャースパドレス。2024年9月26日ロサンゼルス。MLB 通算555本塁打のマニーラミレス氏。52が26日。日本時間27日。ドジャースタジアムで行われたドジャースパドレス戦を現地観戦。スタンドから試合を盛り上げた。写真。 四国 IL コーチの入団会見に臨んだマニー・ラミレス。ラミレス氏はバックネット裏、三塁ベンチ寄りの席に座り、イニング間に何度もビジョンに映し出されると、観客をあおるようなポーズを見せ、試合を盛り上げた。インディアンスでメジャーデビューした同志は MLB 通算2302試合に出場し、555本塁打を記録。 2008年シーズン途中から2010年途中まではドジャースでプレーした OB でもある。ドジャースはこの日が本拠最終戦で、地区優勝へのマジックナンバー2で試合を迎えた。パドレスに勝利すれば3年連続の V が決まる大一番となっている。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。